この番組は私たち声優ユニットダイアローグから2人ずつ週替わりでリスナーの皆さんに癒しと笑いと素敵な音楽を届けていく番組です本日は第1回目の放送ですイエーイどうもどうも、ん、ど、ねま、うもど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 うでどうもどうも それでですね今回この新番組が何で始まったかということをちょっとお話しさせていただきますはい、はい、こちら「インター f m 8 9 7では新型コロナの影響で大変な状況にある音楽・エンタメ業界に関わっている全ての皆さんに対して少しでも力になりたいそしてこんな時だからこそ一緒に何かやりたい またみんなが集まって音楽やエンターテインメントを心から楽しめるいつか来るその日に向けて平日の夜深夜時間帯の放送枠を期間限定で再編成して「おうち t o g e t h e r p o w e r o f こんな時だからこそみんなと一緒にラジオでつながろうというこの夜深夜の時間帯に 10以上のさまざまな分野のエンタメ新番組が期間限定で放送される新プロジェクトを開始しましたはいそしてこの今日から始まったこの番組もその一つですおうちでラジオを聴きながらみんなでつながり合って今を乗り越えていきましょう<ス> ねねでですす村上真夏ですはい、さて、そもそもね、ダイアローグというユニットをご存知ない方にですね、うん、まず私たちの紹介をね、していきたいと思います。はい、私たちダイアローグはですね、新人声優8人組のアーティストユニット、音楽プロデューサーに、なんとあのユニゾンスクエアガーデンの田渕智也さんを迎え、初めての革命という曲でデビューさせていただきました。 そして、うん、そして、4月に田渕智也さん全曲作曲のミニアルバム、ドリーミーログをリリースいたしました。うん、こちらの曲は、声優の強みを生かした楽曲がたくさん詰まっています。うん、そしてメンバーはですね、私たちヒ枝ねね村上真夏に加えまして、内山ゆりな、森谷京香、小形優奈、高村彩香、宮原さつき、飯塚真ゆの総勢8人となっております。うん これ、どんなグループかって説明するの、何て言ったらいいだろうかね。うん、いや、まあ、最強なグループじゃないやっぱり。ね、すごいドヤ顔で今回しておりますけれども。<laughs> そうそう。なかなかアバウトな。アバウトあれだね、その芸歴とか事務所も8人、うんうん、みんなバラバラで。そうだね。ね、そんな8人が、まあ、声優としてね、本業はこの声のお芝居がメインなんですけども、うん、それと同じぐらい歌とダンスも全力で頑張っちゃうよ。うん っていうユニットかなって私は思ってるんですけど素晴らしいと思います。お半回とお半回とありがたなまだあげちゃうよ。あ<ー>ありがとうございます。<laughs> はいまあね <laughs> 私たち新人ですねまだねそう。 突っ走って突っ走って頑張っていきますよよろしくお願いします。お願いします。ではでは、ここからは、なんとね、お便りが届いておりますので、リスナーの皆さんのお便りをね、ちょっと紹介していきましょうはいラジオネーム、カワパンさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ねねさん、まなつさん、ログ番はログ番はこの度は、冠ラジオ番組、ダイアログオンライン放送開始おめでとうございます。ありがとうございます。 毎週末に二人ずつということで様々な組み合わせのトークを聞くのが今からとても楽しみです。うん、先日ミニアルバムのドリーミーローグがリリースされましたね。僕はその中の大冒険をよろしくから最強といたしますというフレーズが頼もしくて大好きです。うん、お二人はアルバムの中で好きなフレーズとかってありますか だそうです。カーパンさんあり,ありがとうございます。ありがとうございます。さ、田渕智也さんがさ、うん、作曲してくださってて、その大冒険をよろしくとかだと、うん、もう作詞もしてくださってるからさ、<う>すごいなんかキャッチーなフレーズがすごいたくさんあるよね。うん、印象的なね、うんうん、フレーズが本当にたくさんあって、うん、まあその大冒険をよろしくとか、あと、 好きだよ好きと「うんうん、僕らは素敵だ」は田淵さんが作詞をされててうん、うん、他の曲はね赤い公園の角舞沙さ,さんパスピエの大吾田夏樹さん,うん、うん、あと同じ声優の先輩である三森千子さんが作詞してくださってて、うんはい、すごいなんか個性的だよねなんか言葉遣いとかもそれぞれ。しかもその作詞してくださってる方々が田淵さん以外全員女性の方だからこそ書ける歌詞とかも、ね、あってすごいいいと思いますけど。うん真夏は 私はね、うん、僕らは素敵だの中で、うん、 一人でもかけちゃったら嫌だから心をつなげっていうところが、すごいなんかちょうど今8人で走り出した私たちにはすごい刺さるし、この後もずっとなんか思い返して、ああ、そうだよな、一人でもかけちゃったら嫌だからみんなで頑張っていこう。それはもうログっ子の皆さんもスタッフの皆さんもみんなで頑張っていこうって思える、そのフレーズかなと思って好きですね、私は。何屋さんは私は、すごいなんか、 今、めっちゃ感動的なね、私、ま、のチョイスとちょっとずれちゃうんですけど、<laughs> うんうん、私はあの、5曲目に入っているパジャマでパーティーの中にある、 男の子たちの理想なんてビリビリ破って捨てちゃうっていう<あー> <laughs> いや、でも、すごい好きだよ、<laughs> 好きで,好きで、はい。この曲が、その三森鈴子さんが作詞してくださってるんですけど、すごいね、うん、あの、曲全体を通して、やっぱりその女性だからこそ、で、しかもその私たちと同じように女性のユニット、うんうん、声優ユニットをいろいろ活動されてるからこそわかる、なんか共感できる歌詞がたくさんあって、うんで、このなんか男の子たちの理想なんてってところは、<laughs> 私たち以前、 部屋着っぽいさ、シチュエーションで。うん 撮影をしたことがあったんですけど、そういうシチュエーションで撮るときって、まあ可愛らしいパジャマで、なんか可愛く髪型とかをね、やったりとかして、スップアップしたり。ある意味理想じゃないですか。で、なんかそういう理想をビリビリ破って捨てちゃおうっていう解釈をしてて私は、なんか実際やっぱり私たちね、なんかその部屋にいるときとかそんなね、そんなもんスウェットだよ、スウェット。スウェットね、みたいな。全然だらしない格好で、ね、ちょっと申し訳ないですけど、 理想をねあの覆すような感じの <laughs>、まあ、素のね自分たちがあるっていうところを隠さずに三う、うん、森さんが伝えようとしてくださってるのが私はすごい。 嬉しかったので、うん、なんかまあそういう可愛らしいね、着飾った部分もそうだし、そうじゃない素の部分も愛してもらえるといいなって思いました。<laughs> いいですね。でもこの間私ちょっとね、<laughs> びっくりしたっていうか、すごいな、さすがだなと思ったのが、うん、あの、まゆゆんこと、<ー>飯塚まゆさんがね、うんうん、なんか部屋着っぽい動画を上げてたんだけど、うんね、その見えてる。 その洋服がサテンっぽい感じで。かわいかったよね。これぞ理想さすが。かわいいパジャマだった。そうい愛いと思って。ちゃんとだからそういう理想通りの女の子もいるんですよ。<laughs> ね。いや、<あ>私たちもね、ちゃんと表に入るときは、あのね、<う>表に上げる動画とかではちゃんとした格好ですよし,しようという気持ちはあります。<laughs> はい。<laughs> じゃあね、続いて。 コタツちゃんから頂きました。ありがとうございます。ますねえねえ、マ、ま、ナティ、こんにちは。こんにちは。新番組、ダイアローグオンラインのスタート、おめでとうございます。ありがとうございます。ごます週ごとに変わる二人の掛け合いで、お腹も壊れる <laughs> 超面白いトークを期待しています。<laughs> <おー> <laughs> <laughs> 話題は変わりますが、私は料理が好きで、幼稚園の頃から母の手伝いをしていました。うん、そこでお二人に質問です。 あまり一般的ではない意外な組み合わせや、冷えだけ、村上家だけに伝わる一品は何かありますか、うん、教えていただいたものを作り食べてみたいと思います。<っ>最後に体調の基礎は十分な食事と睡眠ですから、しっかり食べて寝て元気でいてくださいねということです。ありがとうございます。ありがとうございます。<laughs> これですね、事前にこの収録の前にちょっと母親に電話して聞きました。すごいでもなんか、うん、そんなに、えって驚くような組み合わせないんですけど、うちの唐揚げが、絶対その衣にごまがまぶしてあって、ごまなんかやっぱスタンダードな唐揚げは普通のね、なんかツルつるッとしたって感としたもなんか小麦粉粉粉生地、生地だけみたいな感じなんですけど、なんか、 冷えだけは、ことあるごとに結構ごまを入れたがる家で、<laughs> おうおうなんかそれ以外にも、あの、鯛茶漬けうんうん。美味しいよ、ね。食べる、そう、うん、美味しいんだけど、鯛茶漬けとかにも、なんかタイに、その、うんご、大量のごまと、あの、すったごますったごまと、海苔、うん、大量の海苔をまぶしてあるやつ。<laughs> で、それをなんかその調味料につけたやつ使ってて、なんかごまがうちはすごい好き。すごいね。なのかな。炊いた時うちでも食べるけど、うん、そんなごまなんか上に一つまみぐらいだよ、多分。<laughs> でもね、すごいなんか健康にいいからみたいな感じで、めっちゃね、<ー>ごまをね、断るごとにかけたがるの、うちは。うん、村上家はね、同じ唐揚げで言うと、うん、うちはなんか、フェイクミートを使った唐揚げが。 出されたり、肉じゃないの。大豆みたいな。<え> <laughs> それ唐揚げじゃなくて。な <laughs>、でもなんか味はすごい唐揚げ。だから、なんか唐揚げとして食べるみたいな。うんうん、えー、なんか健康的なのかなちょっとね、お姉ちゃんがお肉をあんまり食べないようにしてる人で、だからそれにちょっと合わせて。なるほどね。そうなんですよ。でも、唐揚げ以外で言うと、そのお正月のおせち、うん、が栗じゃなくて、うん、リンゴきんとんを食べる。 えー初めて聞いた。うん。甘くて美味しい。デザートみたい。え、りんゴきんと。え、栗きんとはさ、栗のなんかネチョネチョしてるやつリンゴりんごは何がネチョネチョしてるのンゴリンゴごネチョネチョしてる。なんか、ネチョネチョのリンゴプラス、その、ゆだったリンゴゆだったりんご。ちょっと三角形に切られたゆだったリンゴ入ってる。美味しいよ。それを初めて聞いたかも。え、なんかでも、 これ、他の家でね、言ってる人とかね、うん、もしいたらぜひ教えてほしい、ね。教えてほしい被、ね、ってたらな、ねて。なんかその、聞いて挑戦もなんかその、 かぶってる以外にも、なんか、こんな変なね、ありますよって言ったら、挑戦したいかも。気になるかも。気になる。ありがとうございます。こタツちゃん、ありがとうございました、はい。ラジオネーム、ひらけんさんからいただきました。ありがとうございます。ますねねちゃん、マ、ま、ナティ、こんばんは。こんばんはば。ダイアローグ初のラジオ番組の放送開始おめでとうございます。ありがとうございます。あり,ますありがとうございます。本日のパーソナリティは、巷で噂のベニーモタルトコンビということで、<laughs> はい、仲良しキッズに負けないくらいの勢いでラジオを頑張ってほしい。 ですね。期待しています。 そして、ダイエローグ、ファーストミニアルバム、ドリーミーローグのリリース、おめでとうございますありがとうございますありがとうございます僕はインストも含め、毎日絶賛ヘビロテ中でございます。うん、ここで質問なのですが、お二人はアルバムの制作の中で苦労したところなどありますかやはり、田淵さんが音楽プロデュースしていることもあって、彼の作る楽曲は、情報量がとてつもなく多いといろいろなところからお話をよく耳にします。うん、あの、内田真絵さんですら、頭を抱えるほどと聞いたことがあります。 なのでお二人がどんな風にアルバム制作をしていったのか気になりますそれでははい平賀さんありがとうございますありがとうございます田淵さんもさこの曲の長さにこの言葉ですごい歌詞の量がさしに対するねすごい言葉の量がね特に大冒険を呼ばせてもて顕著だよねブックレットとか歌詞を見ていただいた方他の楽曲とのその文字量のさすごい驚く気がする8人だからこの量なんだけど絶対一人だ カラオケで絶対えないもうどこで息を吸っていいのか分かんないかも。苦労したところなんかあるその「大冒険よろしく」だとその文字量が多いからその必然的に早口になったり緒形さん優奈さんと一緒に「何よ何よ老若」酔ってらしてっていうところがあるんだけどもそこは毎回もう「早口言葉」あそこねみたいな感じですごいドキドキしながら歌ってるかもしれない。何何何よよよ老若 何を何をロニャック、よってらしここで、あのね、オーディションっていうか、だったからみんな歌ったんですけどね。すごい、もうドキドキでしたよ。私は噛んじゃった記憶があります、最初に。で、これはなんかストレートで、そう。村上と岡田が言えたから、そこの二人が採用になった。ありがとうございます。私は苦労したところ。 リズム的な部分でいうと、うん、パジャマでパーティーのうん、うん、あのスキャットな感じのリズムが一番私はちょっと取るのに苦労したかな。うん、なんかそのかかあのリズムに言葉をうまくはめるのが結構うん、うん おぉって苦戦した記憶があるかな私も確かにそうかも。なんか特にサビで、全員じゃなくて何人かずつ歌ってるところがあるけど、そこのね、リズムがすごい難しくて、うん、うん、みたいな、うんね、うん、うんって頑張って歌ったかも。うん、あ,あれはあのさ、うん、あのドメスティックフォースでさ、うん、真夏が、あのこれプリプロっていう、あの、うんうん、ちゃんと、 収録レコーディングする前に、一応なんか仮で、まあキーチェックも兼ねてやるのがあるんですけど、ね、その時にあのドメスティックフォースの時に、うんうん、まあ結構ドメスティックフォースという曲がですね、この6曲の中でも一番まあダークっぽい、うん、ちょっとね、かっこいい、よさめな、そう、ね、ちょっと、ね、いつもと、 いつものキャッキャした感じと違う曲だったので、うん、なんかそのかっこいい、自分の中でのかっこいいイメージをちょっと具現化してほしいみたいな感じで。うんうん、で、プリプロの時にちょっと真夏は超ア化なんで、なんかかっこよくね、暗め,めに、クールめに歌ってるんですけど、うん、なんか明るいってね。すごいそう。言われてて。どうやったらね、暗くなれるんだろうってすごい悩みましたよ。うん、<laughs> そしたらね、ちょうど目の前に、<laughs> ねねさんがね、はい、いい映画を教えてくれて、 そうだね。ちょっと気持ちが沈む映画。これを見たら、この映画を見た時の気持ちで歌ったらいいんじゃないみたいな感じでおすすめしていただいて、ちょっとヒトラーの忘れ物っていうね。すごい、いい映画だった。しね。すごいね。心はめちゃくちゃちょっと沈んでしまうんですけど、めちゃね、まあ、いい、見ておくべきね、映画。それをね、見ました。そ本収録の前までに2回見て。お、2回目なんだ。2回目がすごいな。しんど。 見て、ちゃんと、うん、気持ちを作っていったので。ありがとう。頑張りましたよ。うまく、ダークな、<laughs> そう、気持ちで、たぶん、現れましたか。うだそうです。ちゃんとね。ぜひ、チェックしてください <laughs>。チェックしてください。はい。はい、ということで、たくさんのお便りありがとうございました。ありがとうございました。したここからは、コーナーをやっていきたいと思います。<ー>大草原でよろしく躊躇せず相談した君に、花丸あげたーい おお<ー>はいこのコーナーは最近流行りの動物にリスナーの皆さんがなりきっていただき動物ならではのお悩みを私たちが解決していくというコーナーですおーまあねいわゆる動物を使った大喜利コーナーですよもちろんリスナーの皆様もあのゲームのように 仮の名前を自分に付けて相談してくださいね。うん、動物になっても人間的なお悩みも可ですよ。まつまり大喜利ですよというね。<laughs> そんなお悩みをジェットバスで解決していきますよ。これ私たちも動物として、こう相談に乗る感じなのかな。うん、まあ、それもありだし、も、ま、う、あ、ドクター。あ、なるほどみたいな。ね、動物のことは分かっちゃうよみたいな。でもな,なるほどね。まあ、じゃ、とりあえず、じゃ、ちょっとやってみましょうか。はい。 じゃあ、リスナーさんから届いたお悩みを紹介していきましょう。はい。動物ネーム、コアナコアラさんからいただきました。ありがとうございます。皆さん、こんばんは。私は生まれたてなのですが、お母さんが糞を食べさせようとします。確かに、コアラの主食であるユーカリの葉には毒があるので、 お母さんが毒を分解した後のフンを食べるのは理にかなっているかもしれません。でもフンですよ。これは虐待ではないでしょうかコアラになりきったのね。という感じです。なんか、生まれたてなわりには理にかなってるっていう難しい言葉を使っているなと。難しい言葉。頭がいいコアラくんですね、これは。 うん、うん、これに関しては。はうん、でもさ、うん、コアラの仲間みんな食べてるよね。そうだね。なんかこれは母からの愛と受け取るのが一番いい気がするんですけど。確かに。私たちがさ、うん。赤ちゃん、に、私たちじゃなくて、人間が、<laughs> 赤ちゃんの時に、うん、あの、腕に注射するのと一緒でしょ、うん <laughs> あ、そういうこと。<laughs> そうだよ。でもあれは虐待じゃないじゃん。おー、なるほど。それ,それと一緒か。<laughs> それがちょっと自然で、ちょっとふんよりなだけだよ。う <laughs> ーん。でもなんかちょっと今。うま、ん、あ私たちはコーラだからあれなんですけど。うん、人がね。うん、人の親子がこう同じことをやっていたら、ちょっと止めるかなともちょっと思いましたけれど。うん でも、そのまんま食べたらね。あ、でもさ、うん、ヨーカリっていい匂いするじゃんそうなの。だから、うん、ヨーカリの葉食べてるコアラの糞もさ、いい匂いだよ。スースーするよ、多分。匂いの問題かなだかあ、でも、あれなんじゃ。 わかったよ匂いの問題だったら、うん鼻をつまんで食べなさい匂いの問題かな <laughs> <laughs> 違うまあなんかフンというところにやはりちょっと疑問を感じているのかなっていう感じはするんですけど、うん、でもねお母さんもよかれと思ってやっているわけですもんね、うん、じゃあそんな感じでまとめてく <laughs> そうですねじゃあ こアラねネネ。はい。まとめてよ。<laughs> じゃあ、解決の一言を申し上げて、申し上げさせていただきます。ほいふんは、お母さんからの愛なので、しっかり食べましょう私たちの後に続くのは誰かな <laughs> やばい <laughs> こんなにさ、短期間にしかもさ、ラジオでさ、ふんふん言って大丈夫かな <laughs> まあ、あふんだからまだ大丈夫じゃないふうね。う,ねうんじゃないから大丈夫。<laughs> <laughs> <おー> <laughs> <laughs> はい言ってる、はい、<laughs> まあね一発目がこんな感じだったんですけれども、はい、続いて続いてはこちら動物ネームゴリローさんから頂きましたおねえねえ、ま、なす <laughs> 少ーし放っておくと指の木までもがジャングルのごとく追いすぎるのですが <laughs> 女性声優さんとのお渡し会の際 <laughs> うわっ オタクのタイムをこすぎと惹かれたらともっと民間社会に溶け込むのをや,やめて今すぐ無人島で村人として人生を終えたくなってしまいます何かいい解決策はないでしょうかあり,うありがとうございますありがとうございますうん。<laughs> でも、うん、さあ決定さうん なんかその体をさ、守るために生えてるじゃん。そうだね。な、体毛濃い人はさ、その守る能力たけてるって思われるんじゃない？もしかして、確かに、うん。だか <laughs> 女性声優さん、もっ対面ね。そう、お渡し会の際、めっちゃ生えてた。<laughs> <laughs> あこの人すごい。自分守る能力たけてるって思えるんじゃない？思うかあ。思うかもしれない。<laughs> 思う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 いや、それはもう超思う方。だって、ゴリラ界ではマジ体毛すごいの。やばいイケメンじゃん。確かに男の人とかは特に体毛が濃い方が、そう。あの、プラスなんじゃないんですかゴリラ界では胸板か体毛かでしょ。そうなのか。わかんない。そうう。まあでも、ど、どうなんだろうまあ気にしないことうん。以外だったら、うん。体毛を薄くしたいってことお タイマーを薄くする方法は、やっぱブラジリアンワックスとか。<laughs> 痛い。なるほどね。ブラジリアンワックスとかも、うん、脱毛サロン。なるほど。に、痛いとか。か <laughs> な、あのー。いいね。いいね。やっぱり、あのゴリラはさ、強いじゃん。ブラジリアンワックスにも耐えられそう <laughs> 耐えられる。耐えられそうだね。うん。じゃあ、じゃあ、解決策は見つかったかなということで。じゃあ、真夏ゴリラ、どうぞ。はい。 ブラジリアンワックスで痛みに耐えろ私いいのかな, <laughs> いいのかな <laughs> じゃあねもう一つはいはいちょっとねっゴリラさんには頑張ってブラジリアンワックスで耐えてもらってね <laughs> はいゴリラさん <laughs> ゴリラさん頑張ってください頑張ってくださいはいはいはよきっと <laughs> <laughs> では続いてはいはいしめサバになりたいサバさんからいただきました村上さんが アジの一発ギャグをやったのに対しサバのギャグはやってくれてないのが悩みですサバの面白い一発ギャグを考えていただけたら幸いですはいだそうですよなるほどねこれは村上があ<の>すげえ美人のサバだなおいあの違うこれ村上にこれ村上かなるほど美人でやっちゃったやっぱり村上が答えるやつだよねこれだから、ね、なるほどね村上でじゃあいきますけども頼むよアジに嫉妬してるのこのサバは まあそりゃ嫉妬するでしょ同じ魚だったらなんかアジとサバそうね嫉妬しちゃうのねサバが面白い一発ギャグあ,あ,、まあやっぱどっちもねいい、うん、こう何青魚光ってるからやっぱライバル視はしちゃうよねなるほどねサバも好きだよドギ <laughs> じゃあいややりますかおおこの下でよ下れ <laughs> え待ってこのさサバの一発ギャグが解決する一言でいいの もうそれをやったら、もうサバはみんな救われるんだよ。わ、うん、かった。じゃあ任せてあ行<っ>きますあサバをさばいていくサバ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 と、おの,のは誰かなとし白い,面白い <laughs> ありがとうみんな <laughs> これでね、サバ界が喜んでサバも救われたんじゃないでしょうかね。よし。めサバになりたいサバさん。 これで無事、締めそばになれるんじゃないでしょうか。締めそば締めサバになっちゃうのか <laughs> そうか。これを聞いて、ああ、よかったなと思って。<laughs> そのまま締めそばに。<laughs> <laughs> 美味しくいただきます、ね。村上が美味しくいただきますので。はい。こんな感じで、はい。はい。いかがでしたでしょうかいっぱい解決しましたよ。ねえ。ということでね、こんな感じで、はい、相談したいことや、お悩みを、どしどし送ってきてください。はい。以上、大草原でよろしく、動物のお悩み解決のコーナーでした。 bye 改めまして、ヒエねねです。村上真夏です。はい。ここからは、リスナーの皆様からいただいたお便りを紹介したいと思います。はい。ではね、まず村上の方から読ませていただきますよ。<い>シーフードさんからいただきました。ありがとうございます。ますねえねえ、マ、ま、ナティ、こんにちは、ダイアローグ。ーこんにちは、ダイアローグ。<laughs> まずは、番組開始、おめでとうございます。ありがとうございます。お二人といえば、ベニーモタルトというユニットも組んでおられますが、ダイアローグとは別に、ベニーモタルトとしてなしとり たい野望があれば教えてくださいいととうこですありがとうございます。これなんかまずさ、ベニーモタルトについてちゃんと解決した方がいいんじゃないかな。かね、さっきも出てきたけど。そうね、私たちね、あのユニットの中で担当カラーというものがございまして、うん、ねねさんが黄色で、<う>で、村上が紫なんですね。で、このね、うん、色の組み合わせが、 何かに似てるなという話になって、うんうん、ま、紫芋とか、紅芋タルトの色合いに似てるなみたいな。さつサツマイモっていうのもね、もしかしたら皆さんお考えになるかもしれないけど、サツマイモちょっと黄色多くないって私が思っちゃったの。<laughs> そうだったんだ。そう。だってほぼ黄色じゃん、あんなの。まあそうか、確かに皮だけ。ん、う、紅芋タルトがちょうどね。 いいかなって。上と下でそう。黄色と紫がいていいかなっていう。まあなんかここのね、組み合わせが結構なんかその部屋割りが一緒だったりとか。グアムのね、よくなんか一緒にいることがまあ多いのかなっていう感じがしてて、それでね、二、うん、人をこうまとめるときはベニモタルトという名前になっております。これからもちょっとね、初めての方はよくし、よく覚えてください、はい、ベニモタルトは。はい。よきにらってください。うん,んそう、今日ね、私、<laughs> そうベニーモタルトって出るっていうことでちょっとコンビニで見つけたベニーモタルトのお菓子をね持ってきてそうだ持ってきてましたんかチョコレートをそうチョコレート菓子を持ってきたのでちょっと後で食べようかなと思うんですけど気合いの入り方が違うわマジでベニーモ愛してて私あそうなんだそうなんだろう私はね食品を背負ってるじゃない私たちそうだねだからちょっと将来的にはちょっと沖縄県でちょっとベニーモタルトのなんか宣伝サイズみたいな おなるほどねってでも確かにんかそれが一番こう直結する感じのねニーモタルトにそこまで行けたらさ私たち本物のベーモタルトになれたなって思えるっていうか紅モタルトになることが目標なの私たち分かんない分かんない何かでもそこまでいったら何か一つ本気でいや私たち紅モタルトって名乗れそうと思ってそうだねせっかく名前がこれだからまあそしたら私はね単純に沖縄に行きたいかな。 <laughs> おきっちゃん,<ー>うん、うん、ベニモタルタの旅行として沖縄に行ってベニモタルタを食べる食べてかな私なかいいね沖縄すごいえ行ったことある沖縄 行ったことあるかもなんか小さい時に行ったから記憶はないけど<ー>多分行ったことはある、うん、私も何回か行ったことはあっておおすごいね個人的には沖縄すごい好きなので普通に行きたい,い,い <laughs> 沖縄行ってさなんかダイビングしたくないあしたいあの何そうなんだっけシュノーケリングしたい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 , <laughs> したいねそうだからあったかい時に海に入れる時期に 期待し、いいね、ご飯もさ、すごい美味しいから沖縄っていい、ね、そう、きそばとか、サーサータギーとか、なに<ー>、もずくあもずくそう、なんかね、沖縄のね、もずくがね、すごい太くて、うん、あの、こっちにあるやつより、うん、それがすっごい美味しいの 食べたことないよぜひね、あの、沖縄に行かれる方は、あの、もずくをね、<laughs> 食べてほしいなって,て思うんですけど。いいね、じゃあ、そ<う>私たちが成し遂げたいことは、沖縄行って、なんかシノーケリングしてもずく食べて、ベニーモタルトの宣伝大使になる。<laughs> <laughs> が、野望です。野望です。はい、シフトさんありがとうございました。いすはい。ではでは、お次は。はい。はい、こちら。 すみっこさんから頂きました。ありがとうございます。ますねえねえ、マナティ、こんばんは。こんばんは。ダイアログオンライン開始おめでとうございます。ありがとうございます。あり,ますありがとうございます。ドリーミーログたくさん聴いてます。私のお気に入りは、初回特典ブルーレイに収録されているグアムでの MV 撮影のオフショットです。どこを見てもメンバーの面白かわいい名シーンばかりで、口角が上がりっぱなし、ほっぺたの筋肉が鍛えられます。 何より、どんなにダメダメだった一日でも、これを見ることで、ちゃんといい日で終えることができるのです。うん、過去、ちなみに、ミス・グアムのくだりが好きです。ありがとうございます。<laughs> お二人は、今日もちゃんといい日だったなと思えるように、やっていることや工夫はありますかよければ教えてください。っていう感じです。ありがとうございます。うますそう、私たちのさ、4月8日に発売されたドリーミーローグっていうさ、うん、そのアルバムの中の大冒険よろしくっていう楽曲でね、グアムで、一回撮らせていただいたんですよ。 そうね、さっき海の話したんですけど、なんと私たちね、国外の海に実は行っていましたみんでなでバナナボート乗ったりもしたんですけど、私たちもなんだろうね、あの、改めて見て、すごい思い出振り返りビデオじゃないですど確かに、ちょっとホームビデオさんみたいなのも、すごい、微笑ましいなと勝手に思って、見てましたね。でもね、なんか嬉しいね。私たちがそんなふざけたり、わちゃわちゃしてるだけの映像なのに、それでね、なんかすごい、いい日だったって思えるというか、すごいなんか、ね、元気を与えられてるのかなって感じがして、すごい嬉しいです。 今日もちゃんといい日だったなと思えるようにやっていること工夫、うんうん、なんか真夏色々ありそう。めっちゃ寝垢ポジティブだから、すごい前向きなことをしてそう。そうん。最近は、うん、そのゲームをして、寝る前にちょっとたくさんお金を稼いでから、うん、寝ると、あ、今日もいっぱい稼いだなって。なるほど。思って寝られる。<laughs> るど <laughs> けど、まあなんかすごいね。なんかこんなことを言っちゃったあるかもしれないけど。うん。なんか何もしないでも思ってるかも。 <laughs> <laughs> なんか、頑張った今日もみたいな。ああ、まちょっとしたことでもみたいな。なんか、ああ、今日もいいご飯食べたなみたいな。<笑><笑>あでもそれは分かるな。うん、ちょっとしたことになんかこう、感謝とか喜びをね、うん、生み出すじゃないけど、うん、私もなんかそれに近いことだと、写真を私は結構普段撮るんですけど、うん、まあ、だから家で自分でご飯を作ったりとかしたら、うん、自分で、なんかそんな別に大したもんじゃないんですけど、<laughs> 写真撮って、母親に送ったりとか、うん、あとは今日とか、このなんかラジオの収録のスタジオに向かうときに、まあ、道を 歩歩いてて、うん、結構私散すするのが好きなんですけど、まあ、その道端にある花とか、うん、動物がいたら動物とか、うん、そういうのを結構写真に撮ったりとかして、うん、ある時にね暇な時とか見返したりするとあなんかすごい綺麗なやつ撮ってるやんとか美<ー>いしそうな写真撮れてるやんってなるのでなんかそれかなーって感じはします私はなん、ね、まあ何か写真を思い出を収めるじゃないですけど。うん、どちょっととねねさんと似てるかもしれない 一日の振り返りをちょっと最後にしてるかも。あへえ。ー。なんか、そんな大層なものじゃないけど、あ、今日もこんなことあったなとか、今日のお昼美味しかったなとか、<laughs> ご飯のことばっかりじゃん。<laughs> <laughs> だからなんだろう、うんうん、一日をちゃんと振り返ると、<ー>なんか意外と何もしてないってないかもみたいなうん、うん。確かにね、なんかね、嫌なこととかあってもちょっとぐらいはね、うんうん、そういい,、ね、いいことあったよ。あ、大事かもね、そうやって。うん そう。うちょっと良かったこととかを、こうね、記憶したりとか、思い出したりとか、することが大事なのかなはい思いまーすはい、すみこさんありがとうございますありがとうございますでは続いて、はい。舞さんから頂きました。ありがとうございます。ますねーねさん、マナティー、こんばんはこんばんは,んばんはダイアローグ初の冠ラジオ番組、おめでとうございますありがとうございます ダイアローグボックスが中止になり残念だと思っていたら、うん、このダイアローグオンラインが始まるということで、うん、とても楽しみにしていました、うん、ドリーミーローグが発売されてから少し経ちましたが毎日飽きることなく全曲楽しんで聴かせてもらっています<ー>このドリーミーローグの初回限定版についていたフルカラーブックレットについて質問なのですが、うん、買ってない人にはネタバレーになってしまうかもしれませんが パジャマでパーティーで、ゆうなさんがゆりにゃときょんちゃんに膝枕まくをしているのですが、これはスタッフさんが決めたことなのでしょうかそれとも皆さんが話し合って決めたことなのでしょうか他にもブックレットの撮影でのエピソードがあればお聞きしたいです。これからも体調に気をつけて、どんどんジェットばしていってください。ということです。あ,<ー>ありがとうございます。 これ、どうだったっけスタッフさんも、私たちも、みたいな感じだったかな,、うん、なんかみんなで、ゆうなさん、なんかひざ袋、膝枕する。そうまさみママミがね、一番、ね、<う>強い、母性が溢れてるから、ゆでも、ゆうなもなんか自分でね、なんか、割と、嫌がるとかはなくて。うん、あ、じゃあ私かなみたいな。あ、じゃあ、膝枕する <laughs> 似てないよ膝枕する似て,似てない、似てない。誰だよおばたゆうなです 尾形優奈です。うまい。そう。これ私たちの間で流行ってるんですよ。そうなんです。メンバーのね、青色担当の尾形優奈ちゃんがね、結構その、ウィスパー気味で喋るというか。特徴的なんででも真夏のは、ちょっと脚色されすぎてて、そう、村上真夏とね、森谷京香の尾形優奈のモノマネは、ちょっと脚色が入りすぎてると私は、ちょっとね、訴えたいです。うん。ちょっとそれは、もう一回、ちょっと練習します練習しますかちなみに日枝はすごい得意なんですけど。すごい上手なんですけど。うん。うん、そうね。 ね、だからもう特に誰からもなんかその反論とか <laughs>、うん、いやいや誰がとかはなく,なく自然となりましたね。ねこれさこのちょうどそのパジャマでパーティーの撮影の時に私が高村彩香やかが隣だったんだけど。うんうん 私が一回、夜間に腕枕をしてたの。うんうん、で、そしたらなんか夜間がすごい目をつぶって本気で寝てるみたいな写真が撮れちゃって。そう,ってそうだ、高村さん寝てますかって言ってました。寝てないですって言ってたんだけど <laughs> <ての>。<laughs> <う>寝てないですあ、寝てる。寝てないです私寝てないですって、うん、言ってた。なんかそういうエピソードもあったし、ね。 あと、私がね、個人的にすごい面白かったなと思うのが、あの、ドメスティックースの絶対やと思った絶対やる写真で、みんなでジャンプをして撮りましょう。最初はさ、みんなで一緒にジャンプするんだけど、ちょっとね。さすがに8人ね、一斉にジャンプするタイミングが合わないので誰かしら地に足がついたんだまだから一人一人個人でね、撮って組み合わせようってね、なったんだよね。ちょうどねねねさんがね。 クリオネの飛び方みたいな。<laughs> 違ういやクリオネの飛び方って何クリオネは海の生き物だよ <laughs>。いや、私がね、うん、すごいジャンプがめちゃくちゃ下手くそで。そう,そうだったんですよ。なんかそのジャンプで空中にいる間の表情がちょっとうまく決められなくて、うん、すごいね、ちょっと面白い顔になっちゃって。うん、私は真剣だったんですけど、うん、それがなんかすごいクリオネみたいだと言われて。で、うん <laughs> ね、なんかあの、宮原さつきちゃんとか大形優奈とかはね、うん、すごいかっこいいね。かっこシュッとした。 感あとユリニアはもうハンドールのねすごい飛び方して脚力というかねジャンプ力がすごかったけどなんかその中で私だけなんかあんまうまくちょっとかっこよく決められなかったちょっと悔しい思い出がでも出来上がり見たらすごい可愛かった音んか恥ずかしい恥ずかしいんだよねみんな可愛いって言ってくれるんだけど私はちょっと恥ずかしくてそうそうそうすごいまあぜひぜひねそのブックレットもねすごい撮影こだわったからいっぱい各楽曲にこう を連想させるようなポーズをねみんなでこう話し合って決めたりとかしてやったので、ね、ぜひねぜひぜひブックレットの方もよくよくた,た,、まあ、たくさん見ていただけると嬉しいですはいたくさんのお便りありがとうございました引き続き皆様からのメッセージをお待ちしていますは,はい 続いてのコーナーです好きだよ好き聞かせて君の声をいつでもはいこのコーナーはリスナーの皆様から送られてくるシチュエーションで私たち二人がセリフを考えて最後に好きだよ好きで締める <laughs> とっても いやなんかね新人女性声優っぽいコーナーですけれど例えばって書いてあるんだけど卒業式の日に卒業する先輩に後輩からの「好きだよ好き」ってなるほど先生やねそうですねなんかいろんなシチュエーションでできそうだねこれいいねいいねではねじゃあまずね早速やってみましょうはいランサーさんからいただきましたはい私のことと好好好きききき聞かかれれて照ながら投げやりに言うだよますやってみましょうかはいうん ねえ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 。何。さあ、私のこと好き?。何急に。いや、なんか、なんか普段あんまりそのなんか、どう思ってるとか言われないから、ちょっと。気っちゃわざわざ言わないでしょ。いやいやいや、わざわざ言わないからこそじゃ、今、今、今わざわざ言おうじゃ。え、なんでなんで、恥ずかしい。二人しかいないし、別に良くない?。え、いやだよ。はいはい、ほらよ。せーの。早く。早く。うん、好きだよ、好き。 ねえ好はいという感じですどうときめいた真夏ときめいたなんか可愛かったなんか思わずフフフって言っちゃうフフってなっちゃったかなだったらいいなじゃあ次に行きましょうはい行きまーすおいでよ孤独の森さんからいただきました昔農作業に使われていた土を掘るための道具の名前を教えてくれた時の 好きだよ好好き <laughs> 好き違いです。<laughs> こういうのはありなんだあ、ね、り <laughs> な,、ね、<laughs> なんだね。オッケーオッケーオッケー。ケーケーよしオッケーオッケー。じゃあやりましょう。はい。あのー。どうしたおばあちゃんあこの道具はなんていうんだったっけね。あこれうん。これ,うん、これ好きだよ。うん。浮きす <laughs> き。うきすき。ん<き><え>泣き <laughs> 好きだよ好きずっとだね あってたのかなこれでふわふわ不安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 ふわだけどまあでも解釈はね<あ>私たちの解釈で多分合ってるからねこれが求められてるものなのかわからないけど <laughs> ちょっといいねでも楽しいかもこれこれとても甘い素敵なコーナーって言っといて2個目でこれっていうのが <laughs> 甘くない甘くないけど、うん、まあこういうちょっと変化球なのもねそうも面白いあり,ありねはいじゃあどんどんいきましょうねはい次もりもり塩キャベツさんからいただきましたはい、えー、まだ付き合っていないなが ちょっといい雰囲気になりつつある二人がビデオ通話をしていて、もう寝るので通話を切ろうとする寸前での好きだよ、好き。おこれ男女ってこと、うん、あ、じゃあ、真夏が男の子かな私が男の子。あ、あ違う、私が男の子だな。じゃあ、私が女の子やくね。うん、オッケーオッケー。オッケーオッケー。<laughs> 緊張するね。緊張するね。はい。<laughs> いやーでももうこんな時間になっちゃったねあうんうん結構長い時間喋っちゃったけど本当だなんかあれだねね明日も学校だもんねうん、うん、なんかあのうんなんか思ったよりも時間早く過ぎちゃったねえんかなんたま,またね明日も電話する、うん、えなんかもしねねおくんがその「y じゃなかったらしたいなって思うえごめんあな<ん>全然 <laughs> 嫌じゃないよ。全然迷惑じゃない。むしろ嬉しいかな。よかった。じゃあ、ね、ちょっともう遅いから、切ろっか。よかった。じゃあ、ね、ねねおくん。何好きだよ、好き。おやすみ恥ずかしいやばい、これ。めっちゃ甘酸っぱかったわ。甘酸っぱ 毎日ビデオ電話するならもうそりゃ付き合え <laughs> もう付き合ってるよ、もうこれ。お互いのれさんもわかってるよねわかってるよねも。もうこれ絶対いけるの。一番楽しい時期ってやつじゃないこれ。いや、そうまいの。いや、まだ付き合ってないよまだみ<だ>たまだないなのみたいな。最高。はい。最高、はい、ですね。はい。じゃあ次続いて、ストヨさんからいただきました。っありがとうございます。いだきます野球部の年下ワンコ男子と、うん、年上熱血男子の好きだぜ、好き お、変えてきたね。なるほど。えどうしよう。じゃあ私年下ワンコやったのに。そうだね。実際ね。ワンワン。そう。男子の先輩と後輩みたいな感じだったねあ。確かに。じゃあ私年上の熱血男子をやります。はい。 いやあ、今日も部活きつかったなーあ。先輩、お疲れ様です。おう、お疲れ。先輩、汗すごいですよ。あ、ほんとだ。あ、あの、<laughs> もしよかったら僕のこの、あのタオル使ってください。あ,ありがとう、気ぃ利くな、お前。<laughs> そんなことないですよ。<laughs> いや、こないだもさ、部活の途中、すごいなんかサポートしてくれたし、ほんとお前いいやつだよな。<laughs> それは先輩が僕にいつも優しくしてくれるからです。そんなことないよ、照れるな。<laughs> いや、でもな、お前のそういう優しくて気が利くところ、好きだぜ好き好き。<laughs> いいね。<laughs> 青春だな。青春。 ねえ。いいよ、これ。<laughs> なんか、可愛かった。年下男子、<あ>ワンコ男子、ワンコな感じが、ワンワン,ワンワンな感じがしました。大好きですよ、きっとこの子もね。<laughs> じゃあ、<laughs> はい。では続いて、たっくんさんからいただきました。はい、明日、海外に帰ってしまう親友に向けて、本当は泣きたいくらい寂しいけど、親友に心配させないために、笑顔で、好きだよ、好き。 はい。じゃあ、ね、これは私が親友をやります。じゃあ私が親友を心配させないぞうん。頑張っていきますねねさ、明日帰るんだよね。うん。明日ブラジルに帰る。すごい、ブラジルって今暑いよね、多分。うん。 まあでも慣れてるから、暑さには。<laughs> そうだよね。<え>全然寒さすごい。だって真冬でも半袖だもん。うん。嘘、間違えてる。真 <laughs> 冬 <laughs> で半袖だったら寒さに強いじゃん。<laughs> まあでもね真冬、真冬の寒さにも強いよね。私適応能力高いから。そうだ,、ね、だから今から日本からね、あの武士、うん、ブラジルにね、うん、行っても全然大丈夫だから心配しないで。うん、<laughs> 心配なんてしてないよ、ほんとに。<laughs> まあ。 明日だけど、連絡は取り合おうね <laughs> う。うん、私、毎日でも、あの、メールするから、本当に離れたとか、思わないよ時差とか関係ないから <laughs> いつでもなんか、不安になったりとか、寂しくなったら、お互い、ね、連絡しようね。絶対するうん。もう帰らなきゃだよね。うん、明日の準備もあるから。<laughs> ねえねえ、バイバイうん。好きだよ、好きずっとだっ 途中ちょっと危なかったですけれども <laughs> ちょっと一瞬ごめん無事ねあのちょっと修正できたということで最後は感動的な <laughs> よかったよかったかもないなちょっと途中でさ <laughs> あれ暑いのと寒いのってなんだいけたど <laughs> <laughs> まあでもどっちもねあの強いってことで温度調節にたけてる親友でした <laughs> はいは <laughs> <laughs> いいすごいときめいちゃったね,ね <laughs> <laughs> なんかすごい結構ときめきだけじゃなくてね面白いなんかちょっと変化球のあるやつも全然ありという感じなのでねこんな感じで私たちにいろんなシチュエーションを送ってください。はい、以上「好きだよ好き」「聞かせて君の声をいつでも」のコーナーでした。 お送りしてきましたダイアログオンラインそろそろエンディングの時間になってしまいました早い早いね、えー、はい。番組ではリスナーの皆様からのお便りをお待ちしております、うん、送り先は公式ホームページのリンクからよろしくお願いします,します最後に私たちからのお知らせですはい。ファーストシングル初めての革命ファーストミニアルバムドリーミーローグが発売中です ぜひチェックしてくださいねはいよろしくお願いします。ね、ということで第1回目の放送でしたがなんか新鮮じゃないこう2人で1時間ね丸々ちゃんとこうトークするっていうのが。 なんかさプライベートではたくさんお話ししてたけどこのなんか皆様に聞いてもらうっていうの初めてだったねね,ねなんか楽しんでもらえた,たらねいいなって1回目だからトップバッターで結構ね緊張したよ番組の空気感をちょっと作り出しちゃうんじゃないかというね <laughs> うん、うん、感じだったんですけどもしかしたらさこのラジオを聞いてくれた沖縄の方がさ、うん、あ沖縄の方がなんか <laughs>「ベニューホタルと観光大使 <laughs> 宣伝大使にもね入名、ね、してくれるかもしれないしそうかもね まあなんか引き続きねこのまた紅芋タルトでやる声、うん、<る>はあるのかなあるのかなちょっとね楽しみにしてよう、ね、<ー>ちょっとこの後はね第2回第3回と私たちではない他のメンバーがねうん、うん、お送りしていくのでまた違った空気感のねラジオになるんじゃないかなと思ってるのでぜひね皆さん引き続き聴いてくださると嬉しいですという感じで今週はここまでですお相手は日枝寧々と村上真夏でした来週もオンラインつないじゃって ちょっと離さないバイバイ